マウント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 、私は勝手にこの曲をマウントに使っておりましたが、だってこの曲を歌えるとなんかドヤ顔できる感じがしますからね。なんかすごい感じがするじゃないですか。まだまだ喋ってますわね。どうなんでも苦手。懐かしいですわ。ネギかじってなんか汁流しますわよ。皆さん、どうぞ。8人少子豆腐会、ネギをかじり空を見上げた汁をこぼす。はいはい、歌うことね、あんなに楽しかったのにね。でもなんか今はどうですか。今はうんうん、どうしたの。あら、それは心配ですわ。うんうん、思い出したりどうなっちゃうんですの。あーね、わかります。私もさっき悪の結びきでめちゃくちゃ安心しました。大丈夫、まだ大丈夫。どうしたんですか。インターネットってこと。え、ちょっと待って、ふざけてました。もうちょっと真面目にやりますわ。ちょっと初音ミクの最初の相棒になっちゃった。どうも。さっきよりコンブ繋がらないんですけど、なんでかな。喋ってた方がなんならコンブ続くのかもしれませんわね。喋ってる方がなんでかコンブ続きますわ。これは意味が外しましたわ。もうさっきのやつは初心者ラッキーだったんですが、意味がわからないですけども、僕は頑張りますわよ。僕は涙を切りるコボ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 、だから僕も頑張りますわよ。あー、一緒に喋った方が絶対うまくいくやつですわ。全然なんか一回タイミングを崩すとかなり難しくなっちゃうんですけども、忘れちゃダメ。気合いでいきますわよ。いつでもどんどんなら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 もうちょっと悔しい。ちょっともう一回だけいいですか。皆様方、喋った方がリズム取れる気がしてきた。もう最後の一回お願いいたします。何事も3回までは許されるはず。あの時の記憶を取り戻して。どうかライドなんだ、まあ、そんなこと言わないでくださいな。でもどんだけなんだかんだ言ってそのままいっぱい激勝もしたし、なんかいろいろ懐かしいやつもやったし、めちゃくちゃ頑張ってるじゃないですか。私は応援してますわよ。誰からそんなこと調子出て、それがずっと流行ってるじゃないですか。だから死ぬ。私にはダメでした。歌いたい、まだ歌いたいという気持ちをサロメが全然してあげられませんでした。